かなり勾配がある、神社ですね。星神社っていう結構ねラスボス感のある雰囲気ですね。なんかこの先に行けばラスボスが待ってるみたいな感じです。ちょっと行ってみましょう。まあ、ちょっとねお城のような感じでもあるんですけども、こんなね山の上にあるともうこの辺似たような高さの山、まあ一番向こうに、ああこっちか、金山かなあります。でこのずっと先が岡山市北区ですね。ちょっとね山で隠れてるんですけども、岡山空港もこの先にあったりします。
で、こちらにもね、あの鳥居があるんですけども、昔のね神社があるんじゃないかみたいな感じで思ったりもするんですけども、この下にね家が2軒ほど建ってます。だいぶちょっと下なんですけど、で、その下にはまたゴルフ場があって、おそらく、まあ、その昔は向こうにも村があったので、その人のためにある道かなと思うんですけど、このままずっと下ってるような感じなので、まあ、まさかこれよりね下に、昔の神社があるとは思えないような感じです。それここがこちら側が向こうの集落の人の道であって、まあ、裏側なんですけども、まあでも比較的多分おそらくね昔の人たちはこの道の方が楽だったのかなと思います。こちら側はねかなりの急勾配なので、まあもちろんねこの先にも昔は集落はありましたけども、まあ、岡山空港とかのね開発って、まあ、立ち退いたね集落あったりなんですけども、まあ、今日はねこんな感じで、まあ、こういうとこあるぞという感じで見ていただけたらなと思います。岡山市内から20分ぐらいですね。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。